何が何でもなりたい身長だけしか結局でも私採用してません。受験に落ちたんですけど、どうしたらいいですかみたいな。それはもうダメです。早く来なくちゃダメだよって言うんですよ。で、身長って伸ばせるというのは聞いた、わかったんですけど、具体的にどういった治療になってくるんですか。そうですね、身長治療って3つからなってますね。1、2、3、はい、1つ目は成長ホルモン補充療法。成長ホルモン、まあ、成長ホルモン打ってくるっていう作業ですね。毎日自己注射になるので、はい、まあ、結構大変だし、はい、まあ、値段も一番体重軽い子で年間100万円ぐらい、一番高いと年間で500万ぐらい、かなり高額な治療、ただし、まあ、最も治療効果が高い治療というふうになってきます、はい、でその次が春季コントロールする薬ということで、春季遅らせることって実はできるんですね、はい、春季早めることもできるんですけど、早めって身長が低くなるだけなので実際早めないですけど、遅らせる治療が注射がせず飲み薬の製剤があるので、まあ、そういったのを使ってやっていきます。例えば成長ホルモンの方が治療上乗せ効果が大体プラス3から10センチぐらいなんですね。春季遅らせるお薬に関しては、まあ、大体プラス1から5センチぐらい、なるほど、最大5センチぐらい改善できます、ね、で最後が栄養補充療法ということで、まあ、サプリメントをどんどん入れていくということですね。でサプリメントの内容に関して言うと、私が採用しているのがアミノ酸、必須アミノ酸と、あとはね、タンパク質の摂取量は食事指導という形で、明確にその子を体重見て、何グラム摂取しか私はお伝えしてて、で食材も全部決まってるんですけど、ピックアップしてお伝えすると、やっぱ鶏肉、はい、鶏肉を食べていただいて、大体1日100グラム食べています。で、うん、卵は、2つ、はい、これ卵2つで12グラムタンパク質。ねはい、最後先ほど言った牛乳ですね、牛乳3杯飲んでいただくと、大体これをやっていただくと、タンパク質に均一の摂取で 57g ぐらい取れるんですね。なのでそこでしっかりとまず 57g のタンパク質、しっかりタンパクが大事なんですね。大事です。105個の国の生活習慣を調べた論文があって、例えばオランダ、アメリカ、日本、タイ、カンボジアという国があったら、はい、オランダはカンボジアのなんとタンパク質摂取を2倍取るんですね。へえ、大体なんですけど、カンボジアが1日で 53g かな、で、はい、オランダが1日で 110何 g ってことで2倍もタンパク質摂取が違うんですよ。全然違います、まあ、確かにその東南アジアとか行くとなんか米ばっか食わされてる感じしますよね。確かにそうですね。だから多分タンパク質少ないですよね、はい、で一方でやっぱりオランダとかアメリカとかやっぱりそういうタンパク質が多い、やっぱ肉だったり肉系ですね。オランダはおそらくチーズなのかなと思ったりするんだけど、はい、やっぱそのタンパク質摂取が多い方が身長高いっていうのは明確にあるので、タンパク質も積極的に摂取します。でその中でタンパク質バランスを整えるために量を食事から調節します。であと体重大きい子に関しては、プロテインの指示を出してますので、まあ、プロテイン飲んでもらって、でさらにアミノ酸を加えることによってタンパク質バランスを整えるってことをやっていきます、はい、であとは大事なのは、ね、鉄とかね、鉄もめちゃくちゃ、はいはいはい、で例えば鉄はほうれん草、しじみ、アサリ、卵、はい、まあ、そういったのが含まれるんですけど、はい、あとはね、カツオとかマグロとか、ね、そういったのが含まれるんですけど、鉄ってめちゃくちゃ重要で、はい、例えば子供ってヘモグロビン低いんですよね。そうですね、覚えてますよね、はい、低いんですよね。結局のところ子供って元々として貧血なんですよ。成長ホルモンを投与してめっちゃ身長伸びる子ってペリチンってその鉄の値すぐそこ下がるんですよ。めちゃくちゃ鉄って消費しながら身長伸びるんですね。だからもうすぐ大事で、でその中でも例えば鉄欠乏性貧血の子さん、その子が鉄欠乏している状態から鉄を改善するだけで身長伸びず 176% 改善したという子が10センチ伸びるとか17センチ伸びるとか、そういうことですね、はいはい、それが影響力が大きい。なるほど、鉄分いいから、そうだから、ね、タンパク質しっかり摂取することと、はい、あと鉄、鉄とあと亜鉛ですね、はい、とあとは、ね、ビタミンの D、ビタミン D、 そう、私はこの4つを、栄養補充という形で、まあ、補充して、でそれを採血を見ながら、まあ、大体市販のサプリメント70倍の量とかで、ね、とんでもない量入れますけど、ほうほうほう、逆に言うとそれぐらいしっかり入れないと血中濃度って改善しないんですね。しっかりとこう栄養補充どんどんバシバシ入れていって、でさらにプラスアルファで成長ホルモンやる人いるし、はい、春季遅らせたけど遅らせるしっていうところで、ゴールを決めて最低限どこ伸ばしたらいいか、そうです、いろいろデータが基づいてどの両方が一番いい、そうそうそう、併用することももちろんです、もちろんです。一番いいのは併用することが一番いいので、はい、まあ、最大限伸ばしたりという場所は全部やりましょうというふうに言いますし、目標との乖離だと思ってますね。美容整形も同じだと思うんですよね。そうですね、無限に鼻タックスがいいってことじゃなくて、そうす、あなたの鼻の高さはどこですかってことで、はい、それはあなたに決めてくださいねってことで、我々が決めることじゃないので、ね、私としてはそういった意味で一切セールストーカーしないと決めてて、希望に合ったことを多分言うと、はい、単純に言うと希望が高くなるとお金も高くなってくるので、そこまでの意気込みがあるかどうか。なので最初にお伝えしたら、はい、その何が何でもなりたい身長ってのはすごく重要だと思うんですね。結局、ふわっとなんとなく身長高くなりたいなとか、そういう人って多分もうね、治療しないし、ただ話聞くだけだし、これは実はちょっとパクったんだけど、これ本気なら X っていう、あれ、はいはいはい、あるじゃないですか。はい、ちょっと申し訳ない、ちょっとパクらせた。全然。いやね、いや、すごくいいな。めっちゃ僕好きなわけです。いや、ほんとそう思ってて、だから結局、全身全霊でやるとか、はい、何が何でもやるとか、そうそう、本気でやるとか、やっぱり我々そういうの好きじゃないですか。はい。熱に溢れてるから、はい、身長治療も同じだと思ってて、薬物介入してまで身長伸ばしたい人に関して言うと、2つ注意点がある。
まず一つは何が何でも伸ばしたいという気持ちがあるということ、はい、あとは治療内容をしっかり勉強すること、この二つはクリアできないと私治療受けませんよというお伝えしたので、なんとなく 180cm になりたいですって人はもうその辺の治療しなくていいですよね。本気じゃないです。そう、まあ、だからまあサプリメントぐらいとかやってもいいと思うんだけど、はい、やっぱり成長ホルモンとか100万円とか、ね、500万円とか払ってまでやるときっていうのは、うん、やっぱそこまでしっかり気持ちを固めていくってことがすごく重要かなと。確かにスタッフの要求言ってますけど、血管の差は本気度の差なんで、本気度次第で血管も全然変わってきますよね。そうですね、やっぱりまあ身長もやっぱり気をつけるポイントは無限にあるんですよ。睡眠も時間もですね、質もクオリティと両方上げていかなくちゃいけないし、食事も先ほどお伝えしたタンパク質の摂取をしっかりとっていかなくちゃいけないし、はい、でタンパク質もですね、それも結構のグラム数になるんで、ダイエットやってるか分かって結構大変じゃないですか。大変ですよ。そう、簡単じゃないんですよ。だからそういうところでタンパク質しっかり摂取して鉄の量も取っていって、採血見ながらですね、鉄なんてすごく難しくて、すっごいいっぱい摂取しても血中本当上がらないんですよ。特に治療中はなぜならそれだけ消費してるからって思うんだけど、はい、本当に鉄とかはもう本当死に物狂いで食ってから。なるほどね、し成長ホルモンって今言って毎日自己注射だからね、はい、やっぱり大変だよね、大変やっぱりそこまでして伸ばしてるという気持ちも大事にしようというふうにお伝えします。すごい、いえいえ、めちゃめちゃ分かりやすいですね。でも逆にこうこれを通して思うのが、身長は本当に早く気づけば伸ばせるんだっていう、整形ってよく気になったタイミングで鼻とか高くなることができるんですけど、身長って僕もともとは身長を生まれ持ったもんだと、もうどうすることもないもんだと思ってたんですけど、これ話聞いてると親がちっちゃかったとしても早めに治療さえすれば整形と同じように改善させることができるもんだっていうのは気づけたんで、逆に知らない方も多いかもしれないですね。身長を伸ばせるって、ね、まあ、まだまだ当然知らない人も当然多いかなと思うんですけど、はい、まあ、ぜひ私としてそういったのはみんなにこう伝わるっていうことも社会貢献の一つかなと思います。間違いなくそうですね。なんで身長先生が今も日本の身長領域でも多分一番名前の知られている先生だと思うんですけども、まあ、僕も全然勉強不足で全然ついていけなかったんですが、身長も伸ばせる、親が小さくても皆さん諦めずに早めに治療さえすれば無限の可能性があるなと思ったので、先生の今後の先生の人生とか企業についてもそうですけど、何か今後展望とか最終目標になりますか。日々その悩みながら生きてるっていうのは、まあ、当然なところで、目標は当然毎回こう設定し続けてますね、当然、はい、一応治療に関して言うとやっぱりその、まあ、私がもう必然的に第一人者だと思うんだよね、正直。あとだからこれをまあどういうふうにして社会に広めていくかっていうところがやりがいでもあって、まあ、ある意味責任でもあると思うんで、はい、その中でどういうふうにして広げていくのかってところで、広げていく中で一番困ってることとしてやっぱりこの私のこうノウハウ、初心のカウンセリングするときに今、はい、初心のカウンセリング67ページなんですよ。67ページ説明してるんです、簡単に。67ページ説明して、その後に60ページぐらいの問題集を渡してるんです、はい、その後に僕の後資料を渡してる、それも50ページぐらいだから、しかも本も渡してるんです。逆に言うけど、それぐらいやっぱ身長ってみんな知らないじゃないですか。知らないです。そもそもうちの子何センチじゃないみたいな、はい、この癖大丈夫みたいな、神経、何の癖、栄養はどうしてるの、でも話すこといっぱいありすぎて、はい、すごい大変で、それはまあ幸いに私はこの、まあ、この数年間で、まあ、ほぼほぼ全部答えれるようになってて、ノウハウはかなり蓄積されてるんでしょ、うん、このノウハウがあまりにも財宝感が強いというか特許感が強いというか、その100ページの資料がものすごい価値ある、無限の価値ある、はっきり言うと。それを私としてはその他の一覧にどういうふうに お伝えしていいかっていうところもやっぱり、はい、どういうふうにしてそういう私の知識を健全な形で広げられるのかっていうのが今の課題ですね、はい、そうですね。2024年の取り組みとしては、身長治療幸いにもほとんどオンラインでできるんですよ。採血とかレントゲンとかだけを、例えば地元の病院に取ってもらったのは、はい、全部オンラインでやって、であとはその例えばその採血とかレントゲンを取ってくれたクリニックにちょっとキックバックをしてあげて、はい、でそれでまあ全国の人をオンラインでより一層活発化するっていうのをやれば、お医者さんの数を増やさなくても、まあ、扱える患者さんの数が増えるかなとか、あとは、ね、カウンセラーの育成をどんどん始めていって、はい、そのカウンセラーさんとかであれば、どんどん知識があっても、その独立することないので、積極的にそういうふうな、カウンセラーさんに、私自身どんどんと植え付けていってですね、まあ、どういうふうにしてそういうふうにその日本のまずは身長治療を伸ばしていくかというところと、はい、あとエンペラと同じですけど、やっぱりその日本だけじゃなくて海外に目を向ける必要があるので、そうですね、まあ、特に身長に関して東南アジアが身長低くて、はい、結構彼らってその富豪というか王族系の人とか、はい、特別お金の人が結構いらっしゃるので、はい、まあ、そういった方のですね、まあ、何かケアだったりだとか、はい、まあ、そういったところまでいけるといいかなというふうに思ったりします。無限に明るい未来が、いやいや苦戦してる部分も非常に多いですけどね、まあ、悩みのほとんどは経営ですよね、まあ、経営も正直言うと、まあ、はっきり言って世間一般としてはもうはちゃめちゃうまくいってるんだけど、あれは目標が高いからですね。そうですね、高い目標に向かって、情熱的になってるから差はもちろんあるけど、はい、人生楽しみながら、そうですね、仕事も充実させつつと、はい、いう感じですね。確かにベンさんの言うようにこう人生が仕事にはなりたくないですけども、うん、仕事が人生の一部っていうのは、うん、すごいいいことかなと思うので、うん、はい、
はい、そうですね、やっぱそこのバランスですよね、やっぱり、はい、ただね、視聴者の人によってはやっぱりその仕事イコール人生の時期も当然あります。あった方がいいと思いますし、私もそういった時期あって、乗り越えてきてます、ね、でそれのおかげでその今のね、現状があるなと、はい、常々思ってますので、そういったところは皆さん、バイタリティでやっていただくといいと思います。いや、これめちゃくちゃ身長だけじゃなくて、本当にモチベーション作りにも、皆さん、いいきっかけになったんじゃないかなと。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、今日はですね、X クリニックの、ね、院長の、エクスクリニックですね、まあ、特に、ね、目の下のクマ取りが有名なんですよね。そうですね。ちなみに目の下のクマ取り以外はどんな治療されてるんですか？エクスはもう全部やってます。骨を切る以外は全てできるので。例えばじゃあ鼻を高くしたい、もちろんです。お、例えばここの脂肪を取りたい、もちろんです。 お胸を大きくしたい、もちろんです。お、全部できる。脱毛もできます、ね、脱毛もできます。あと美肌治療も、歯もやってますし。あ、歯もね、歯、しかも私はこの白いのも全部歯科でやってますんで。ということで、ね、美容の相談は大体全部 X にするわけでね、お任せいただければということで、皆さんもね、まあ、身長以外のお悩みはですね、 X クリニックで身長の目は私の方に、ね、来ていただければと思いますので、今後もですね、全身全霊でね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長の伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。